い、皆様、こんにゃすこんにゃす、お越しいただきありがとうございます。私、普段はお昼12時からレトロゲームの配信をしている VTuber のペルニクスと申します。よろしくお願いいたします。今日はですね、珍しくこちらの次の日というゲームを配信ではなく動画という形でね、実況していきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、前回ね、第1話の方もね、投稿しております。よかったらね、概要欄の方からね、そちらも見ていただけたら嬉しいです。そして、ね、この第2話から見てくださってる方に、お話ししますと、私、ノペルニクス、ホラーゲーム全く怖がりません。なので、ホラーゲームをやって、キャーって叫んでる姿とか、怖がってる姿を見たいなという方、申し訳ございません。その期待には応えることができません。逆にですね、ホラーゲーム普段怖くてあんまり見れないよという方、大丈夫です。私が一生喋っております。私、一生喋ってるので、あまり怖がらずにね、ホラーゲーム楽しむことができるので、よかったらね、エンターテインメントとして、見ていただけたらとても嬉しく思います。はい。ではではね、早速この次の日第2話からやっていきましょう。部活帰りの女子中学生、いつもの交差点で異様な視線を感じということで、プレイスタート!ナイスー!はい、よろしくお願いいたします。よかったら楽しんでいてくださいませ。よいしょ。ポーン!一つ目のがゲームの音で、二つ目のがね、のべさんの声ね。皆さん分かったかな?違い分かったかな?ストーリー選択戻りません。はい。このまま進みます。戻らへんなーって言うてんの?大きな音が鳴りますので、音量にご注意ください。このゲームをプレイしたことによる心霊現象を引き寄せてしまう恐れがありますが、当方では責任を負いかねますのでご了承ください。はーい。了解です。はーソプラノやん。はーって言われた。息吹きかけられたとかそういうことなんかな?あ、ね、なんかあれやな。なんか操作飛ばしてたけどさ、なんか見回しモードが増えてる。どの道から行ったらいいんやろ?どっかの道行くのかなこれ。ルート選べるってこと?じゃあ、第2は結構壮大じゃない?ん?何?あー、なんか鏡映ってるってこと?なんか映っとんね、鏡ね。え?自分やんな。あれ違うんかな?自分じゃないんかな?鏡映って回ってるってこと?いや、それやったら幽霊の言い分やもんな。なんか私、あ、でもちょっと待って、女子中学生やったでしょ?あんな赤い服じゃないはず。あら、制服やもん。あ、じゃあやっぱあれが幽霊だ。そうだ。最初なんかなんかチラッと映った感じのやつか。あれか。なるほどね。今日も部活きつかったな。何部なんやろ。吹奏楽部とかかな。意外と吹奏楽とか結構きついらしいですよ。早く帰ろうと。あ、でもちょっと待って、吹奏楽じゃないわ。楽器持ってないもん。楽器持ってなかったら吹奏楽でも置いていくんかな、楽器とかって。あ、なんか犯人がおるで、犯人。ほら。レインコートになんか白い仮面なんやろ。バルログみたいな感じ?レインコートバルログ。雨の日のバルログだ。なんだ?テクテク歩いてるね、テクテク。あーって言われた。またソプラネや。あ、後ろ行けんの?後ろ行こう。あ、振り返るってこと?えって言ったけど。なんか、今のえってさ、お前ボタン押したみたいな感じで見られた感じがする。なんか、誰か呼んだよな。あ、確かな、ごめん。私がずっとごめん。ボタン押してなんかずっと喋って呼んでる。ごめんね。申し訳ない。帰ってるとこ申し訳ない。赤い服の女の子横に立ってるよ。横見た方がええんちゃう?気のせいかな?気のせいちゃうやろ。横におるやん。横見んやん。横見てなんかおらんか考えた方がいいんちゃう。あ、鏡見てるわけじゃないってこと?また気づいてないんか。わー、すごい後ろにおるやん。首どうなってるこの子。あ、あれか。髪が長くて輪郭隠れてるから首も全部隠れてる感じか。なるほどね。そういうことか。でもさ、髪であんだけ隠れるってことはさ、もともと小顔なんじゃない?すごくね。いやんか、小顔。ここはなんかなりたい人多いはずやで、多分ね。お?何?はい、二日目始まった。ちょっと待って、あれ、ポスト受けあれ何あれあれ、下についてるのあれ何?あ、ごめん。出てくるの見てなかった、ごめん。あの、窓の下についてるあれ何?ポストあれ?ライト?ライトやとしたら、照らす意味わからんしな。ポストやっても、しても位置低い気にする。お、スライドしてきた。ちょっと待って、チャリちっちゃくない?え?室外機とチャリってあんなに高さ一緒やったっけ?チャリの方がもっと高くなかったっけ?子供用か、あれ。いや、子供用にしてはちょっとカゴダサいな。なんか違う気する。え、ちょっとチャリちっちゃくないか、あれ。大人用のちっちゃいやつってことか。たまにあるよね。あ、あれはコーンか。明るいやつ。おう。もう一回振り返ったらいいんかな?はてな?あ、はいはい、振り返ったね。うんうん。え、これ無視できたんかな、もしかしたら。誰かいるの?さっきからずっとおる感じやで。あ、やばい。喉がイガイガする、咳出そう。喉がイガイガする、咳出そう。はい、ごめんなさい。咳が出たのでカットしました。咳が出たのでカットしました。ごめんなさい。ちょっと見てみましょう。
またあれか、多分鏡に映るんでしょ。多分そういうことでしょ。あ、違う。鏡からとうとう出てきた。鏡狭かったから出てく、あの、こっち出てきた。やめはった。何あの子。めっちゃ見てるやん。こっち見てる。ねえ、こっち見とるね。仲間になりたそうだ。気持ち悪いな。いや、でもええかもしれん。もしかしたら喋ってみたら気さくかもしれんで。それはわからんよ。ねえ。さあ、まだ次の日なんかな？あ、早く行こうっと。ああ、まだ進むのか。でも多分これで左進んだら終わりって感じよね。奥の方なんか画面がすごい歪んでる。景色歪んでる。お、なに？あははは。待ってよー。行かんといて気づいたならってこと？そうなんや。ちょっと寂しかったんかな。気づいてたら声かけてほしかったんかもしれんね。次の日、なんか喋ってあるね、ずっとね。次の日ってことかな？っていうかさ、シャッター通りだ、これ。商店街がシャッター通りになってるんちゃう？これ。悲しい。なんかコロナ禍とかでさ、シャッター通り余計増えたらしいね。いや、悲しいやん。あ、めっちゃ手ついてるわ。あー、手拭いていってくってこと？あ、めっちゃついたやん。すごいやん。え、いっぱいおるんかな、じゃあ。昨日の子、もういないよね。なんか、いそうな雰囲気あるね、でも。影ついてるで、いそうな影。なんか、赤い感じで。あ、あれ消えてる。写真なくなってるわ。よかった。あれば、あれコーンか。なんだ。あれコーンやって。赤い子でもおるんちゃうか、どっかに。どっかから来るんちゃう。奥からだって走ってきたりせんかな。後ろか。後ろか、この感じ。あー、後ろかー。後ろやった。奥じゃなかった。後ろやった。ひょーって言いながら来たで。ひょーって言ったらレイみたいになるけど。北斗の剣わかるかな、うん、誰かいるの誰かいるのまだ鏡になんか増えんのかな。いや、鏡じゃないか。さっき出てきとったから、もうちょっと近くにおるんかな、もしかしたら。もうちょっと、あ、車の奥とかじゃん。どうやろ、違うか。あ、もっと近い。めちゃめちゃ近かった。ひっ。ひっ。なんなのよ、あんた。なんなのよ、あんた。一体。ゆっくり近づいてこないでよ。来ないでよ。でもさ、普通の人間であってもさ、この近づき方はちょっと怖いかもね。ひっ。ひっ。ひっ。いい、なに？数えてる？あ、ぐるぐる回ってる。いやあ私許せ。おー、なに？殴られた？ドンキ？ドンキで殴られた今。まさかのパンチもしかして。あの華奢な感じでまさかの鉄拳制裁の可能性あり？マジっすか？意外と腕っぷしが。なにこれ？スープやん。飲みにづらいスープやでこれ。ここどこ？なにこれ？あ、はいはい、鏡の中か。なにこれ？体が動かない。鏡の中閉じ込められたんや。あ、助けて！助けて！助けて！誰か助けて！なんでそんな赤くなってんのこんなに。鏡から見た世界って外赤なんや。そら知らんかった。ええー。ねえ。じゃあ緑の下敷きとか被せたら黒くなんねや。かわいそう。次の日。そろそろ次の日じゃないか？あ、でもまだ次の日のギーがまだ変わらへんね。ああ、そう。閉じ込められたまましばらく過ごすんかな。あ、近づいてきてるんじゃ、あれ。ねえ、おるやん、右上ほら。なんかちょっと、途切れた感じでおるやん。いや、どうしよう。まさかずっとこのまま？いや、ずっとこのまま嫌な。誰か気づいて。あの女の子だけ気づいてんじゃないかな？さすがにそうやんな。気づいてるよな。忘れたってことないよね。閉じ込めたけど忘れたが一番悲しいよな。さすがにそんなことないはず。あ、なんか声かけてくれてるのに？ちょっと待って。よく見たらさ、お腹んとこなんか四次元ポケットみたいなのついてない？そう見えんねんけど。何あの子？何あの子？靴履いてる？だんだん近づいてきてる？ごめん、違うかったわ。あ、でもよく見て。ちゃんと影あるわ。ちゃんと影あるってことは幽霊でもないのか。何なんだろう、じゃあ。あ、次の引きましたね。どうなんやろう。多分閉じ込められたままなんやろなっていう気はする。なんとなく。あー、近い。めっちゃ話しかけてきてる。何が言いたいの？何？あ、なんか持ってる？あ、なんか持ってるね。差し入れや。ありがとう、差し入れ。何あれ？石？火？あ、結構力持ち。あの石振り上げれんねや。割れちゃった。じゃあ、これで出れなくなったってことか。鏡の世界から。出れなくなっちゃった。あ、なんか、あー、なんか覗くんか。なるほどね。目真っ赤やん。だいたい怖いやつは尺眼ってことが分かった。怖いやつはだいたい尺眼だ。
違う。え、これさ、でもさ、状況的にはあれやんな。このガードレールというかさ、あの、カーミラー、カーブミラーのとこに、が割れて、多分その鏡が、あの、カーブミラーにまだ貼り付いたままになってんのよ。カーブミラーやったっけ？ん？カーミラー、なんか貼り付いてる状態だよね。そのミラーに顔すごい近づけてきてるってことは、すっごい背伸びするか、なんか台持ってきて、それでグンって背伸びして、覗いてきてるってことやんね。めっちゃ頑張ってるやん。頑張りやん。え、これどっち行ったらいいの？左。バカなけど左。ん？あれ、右行かされた。ひゃーって言ってる。あー、すごい悲痛の声やん。あら。すごいね。右行かされたわ。左寄ったのに。私左寄ってんけどさ。あ、鏡なくなってる。ああ。あ、やっぱさ、さっきの破片の時は鏡あったんちゃう？ちゃんと。じゃあ、頑張って覗いてたんや。頑張ったな。こんな鏡さ、グイーって覗いてたらさ、周りの人なんか変に思うよね。何頑張って覗いてるんですかって言われるよね。あとこれ公共のもんやから割ったらあかん気するねんけど、大丈夫かな。日常新着リアルホラー、次の日台には缶ありがとうございました。ありがとうございました。スタッフアイムシアン、ゲームマガジン、プレイズムかな。ということでですね、おそらくやけど、振り返らないとかで、なんかルート分岐ができそうな気がするんで、ちょっとルート分岐ね、探索してね、また別の動画あげたいと思いますので、よろしくお願いいたします。多分ね、変わるんちゃうかな。さすがにね、一回も振り返らんかったら、なんか変わったりするんじゃないかなという気がするんで、それやってみましょう。多分なんかなるやろ。これがベキョって折れて、後ろからさっきの顔が出てくるとかじゃない？もしくは、この真ん中がガバって目開いて出てくるとかじゃない？なんかあれやね、多分ね。なんもないねん。そうやねん。前回もなんかさ、なんかある、なんかあるって言ってなんもなかったん。なんかありそうでなんもないよな。ここはあるでしょ、さすがに。あー、まあそろそろやね。そろそろやね。まあ予想通りだ。早い虫やん、ということで。あ、でもちょっと待って、まだなんかあるかな。まだなんかあるかな。どうなる？なに？ A ボタン、A 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 ボタン。左か。左行ってみる。何？真っ暗やで。どうしたんですか？なんもなーい！なんなんこのゲームのなんかありそうでなんもない感じ。なんなんはい、ということで、ここまでご視聴いただいた皆様ありがとうございました。うん。少しでも楽しんでいただけたらぜひ高評価押してもらえたらとても嬉しいです。あとチャンネル登録まだの方もね、良ければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。そしてね、普段はお昼12時からレトロゲームの配信やっておりますので、よかったら、来ていただけたらとても嬉しいです。よろしくお願いいたします。それでは、ここまでのお相手は、お笑いディリフレッシュ、明日の元気と休息をお届けする VTuber のペールニクスがお送りいたしました。それでは、また、別の配信、もしくは動画でお会いいたしましょう。またね、ニャスニャス。多分逆やな。他の動画もしくは配信でやな。動画、最後まで見てくれてありがとう。